ちの喫茶店で必ずナポリタンを頼むから、そしたら粉チーズをたっぷりかけてね。いがらしさんナポリタン、はい、あと出島さんっていうお客さんは訳ありだから絶対に怒らせないで。出島さん怒らすとかなり厄介だから。わかりました。あとは研修でやる通りやってもらえば大丈夫だから。いやでも勤務初日なんで不安ですね。大丈夫だよ、今日平日だし多分止まないから。あ、いらっしゃいませ。ちゃんと何かあったら呼んでね。はい、オーダー入ります。ジャブトーストワンです。はい、いらっしゃいませ。ジャムオーダー入ります。ジャブトーストワンです。はい、いらっしゃいませ。オーダージャブトースト2です。はい、いらっしゃいませ。オーダージャブトースト2です。はい、オーダージャブトースト2です。すいません、オーダージャブトースト2です。店長、オーダージャブトースト1です。店長、オーダージャブトースト2です。混みましたね。ちょっと開かない。オーダージャブトースト2です。波乱の幕開けです。すいません、ちょっと瓶の蓋開かないんで待っていただけませんか。オーダージャブトースト2。あの店長、ジャブトースト3、ジャブトースト2。この町とジャムの間に何が。オーダージャブトースト1です。ちょっと何個作ればいいんでしたっけ。1、2、オーダージャブトースト1です。はい、2、オーダージャブトースト2、はい、ジャブトースト3、ジャブトースト2。あの連携プレーの見直しを検定送っていただけませんか、こちらに。オーダー JT1 です。ジャムトーストですか。省略しないでください。ちょっといらっしゃいませ。ご注文をお伺いいたします。おすすめはジャムトーストになります。やめてください。新幹線市販です、これ。業務用です。オーダージャムトースト5です。状況見てください。もう、おー、五十嵐さん、いらっしゃい。オーダージャムトースト1です。ナポリタンはこだわりの粉チーズはこれはさっきのジャムトースト2、1に変更で。どのジャムは店長、どの店長、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、どうぞお待ちください。なぜ呼び込みを。ジャムトーストは半額にいたします。店内の人の気持ちを考えてください。お客様10名様がいて呼び込みすぎです。オーダー入ります。店長、ホットケーキ10です。半額セールってきたのでは。どういうことですかこれ。っやっぱり平日は混まないね。これで何やってんの。ちょっと瓶の蓋開かないんですが。ちょっと開くじゃない。何言ってんの。すいません、なんで閉めちゃうんですか。オーダー入ります。ジャムトースト1です。ちょっと電話ですよ店長。こんな時が。はい、木曽宮様。はぁ、やってません。やってません、ジャムトーストのデリバリーは。やってるよ。やってました、すいません。やってました、はい、お名前をお伺いします。はい、出島さんだ。やばい、そうした。はい、申し訳ございません。はい、はい、すいません、初日なもんで。はい、申し訳ありません。はい、はい、ご気をつけますんで。はい、はい、はい、すいません。はい、はい、申し訳ありません。はい、はい、厄介だ、もう。なんだこれ。ちょっと、すいません。はい、オーダー、ジャムトーストで。オーダー、ジャムトーストで。はい、オーダー、ジャムトーストで。パニックだよ、もう。パニックだよ、もう。オーダー、ゆず、やっとお飲み物が。ちょっととりあえずゆずティー